イテム番号 SCP-551-JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-551-JP はサイト、8107の第7収容室にて管理されます。収容室の監視は2名のセキュリティ担当者によって、24時間体制で監視されます。対象のメンテナンスなどを行う際は、担当の整備職員を起用した上で1名のセキュリティ担当者を同伴させ行ってください。無断の SCP-551-JP のエンジンの始動は禁止されています。また対象のガソリンタンク内は常に空にしておいてください。説明 SCP-551-JP は、本体の約 36% が人間の生体組織に置き換えられた自動二輪車です。対象の見た目はヤマハ XS650 と類似しており、しかし製造番号等も記載されておらず、本来のヤマハ XS650 と異なる部分を多く有しています。なお、SCP-551-JP の部品の一部は人間のものと思われる生体組織に置き換えられており、内部構造や機構等に特異性が見られます。しかし、それ以外の目立った異常は見られず、対象に損傷を与える実験では通常の車両同様に損傷します。SCP-551-JP の置き換えられた生体組織の一覧。エンジン内部、人間の心臓が内部に配置されている。ガソリンをエンジン内部に循環させる目的で設置されていると思われる。ヘッドライト、人間の頭部へと置き換えられている。頭部は皮膚を剥がされた頭蓋骨のみの状態で、額から上部が切断され大脳が露出している。頭蓋骨部分ではライトの配線であったと思われるコードが後頭部を貫通して脳の神経へと接続されている。現在これらの配線部分は全く機能していないと思われる。眼眶内には眼球も存在する。その他、ボルトやパイプ等の部品、人の骨や皮膚と同成分の部品。見た目は通常の自動二輪車の部品と同様だが、成分上は人の骨や皮膚と同じもので構成されている。DNA 検査の結果、これらの生体組織は複数の人間の女性のものであると判明した。これらの生体組織と金属部品は完全に融合しており、接合面なども見当たりません。SCP-551-JP の生体部分はエンジンを始動させた際に活動を開始します。しかし、SCP-551-JP 自体が自立して発信することはできません。活動の際、頭部は周囲の状況を認識した上で発生し、この発生は生体などの発生期間がないにもかかわらず行われます。なお、言語能力は皆無であり、そのほとんどが、悲鳴、であると称されます。SCP-551-JP の周囲に人間がいた場合、対象には挙動不審とも思われる行動や眼球の震え等が確認されます。また、エンジンの始動やアクセルをひねる、ギアを変えるなどの操作をする前に、悲鳴を上げ、このことから、SCP-551-JP には痛覚が備わっていると予想されます。その際、眼後部は殻は潤滑油と思われる液体を漏洩させます。SCP-551-JP の操縦を行った経験のある職員は、全員が、大変スムーズな乗り心地であった。と証言しており、SCP-551-JP の性能が向上していると思われる際はより大きな、悲鳴、が上がっている時であるというデータも確認されています。また、大きな、悲鳴、が上がった際は給油タンク内に突如ガソリンが出現し、そのため、乗車した際は半永久的に走行することが可能です。しかし、この補給は走行中に、悲鳴、が上がっている場合にのみ発生するため、エンジンを始動させた状態で長時間放置した場合などは通常通りガソリンが消費されます。ホイ 1SCP-551-JP は1999年4月4日の深夜2時、県、市にある、山内の道路上で発見されました。発見者は当時オブジェクトの収容確認を任されていたエージェント、ペンで、彼が車で、山内の道路を走行中に同じく走行中の SCP-551-JP とそれに乗車している人物を発見しました。SCP-551-JP の発する声や、排気筒から排出される赤い煙、異常な速度での走行などからエージェント、ペンは対象異常存在であると認識、追跡を開始しました。3時間にも及ぶ追跡の結果、SCP-551-JP に乗車していた人物は走行したまま、ガードレールを破壊し崖下へと転落。エージェント、ペンの証言から、この転落は SCP-551-JP に乗車していたドライバーの声によるものだったと判断されました。翌日、報告を受けた財団は捜索部隊を派遣。
結果、崖下で SCP-551-JP と死亡したドライバーが発見され、この時の SCP-551-JP の状態は大変綺麗な状態で損傷などは一切見られませんでした。しかし、その現場の地面には転落した人物の血液が使用された直径4メートルの円形の図式のような模様が描かれており、その上に大の字の状態で遺体が安置されている状況でした。現場鑑識の見解でも、転落場所の高さなどからおそらく対象は即死であり、自力でこのような図形を描くのは困難であると判断。この図式の解析や、これを描いたと思われる人物の捜索を行いましたが判明及び発見には至りませんでした。その後、調査チームによって遺体の身元が判明。遺体は、県にて大学教授をしていた19、教授であることが判明。エージェントを起用した教授の自宅やオフィスなどの調査の結果、教授の所有する PC 内から、遺書、と思われるテキストデータが発見されました。これにより SCP-551-JP 発見時に発生した事案は、自殺、であることが断定され、なお19教授には4年前から捜索願いが提出されており、19教授の関係者、親族には記憶処理が施されました。その後、調査を継続した結果、過去に複数名の人間が SCP-551-JP を所持していたことが判明しました。ほいに現在、判明している SCP-551-JP の過去の所有者は以下11人の男性です。なお、現在これらの人物全員の死亡が確認されており、以下のテキストは SCP-551-JP が発見された時期から遡った時系列順で記載されています。し括弧当時45歳括弧閉じ19博士の前に SCP-551-JP を所持していた人物。死因は事故死。信号無視による衝突によって死亡。なお、事件前に SCP-551-JP と思われる車両に乗っているのを一般人に目撃されていた。事故直後、SCP-551-JP は消失。所持品は、19死の遺体発見場所に書かれていた円形の図式と同じものが書かれたメモ用紙のみ。田畑、死括弧当時47歳括弧閉じ死因は交通事故死。高速道路沿いの崖下にて遺体を発見。SCP-551-JP の存在が発覚するおよそ5年前に、SCP-551-JP と思われる自動二輪車を持ち出していたことが発覚。妻からは捜索願いが提出されていた。なお、過去に娘が1人いたが、年前に何者かによって殺害された。所持品は、円形の図式が書かれたノートの切れ端のみ。伊藤、死括弧当時40歳括弧閉じ死因は交通事故死。高速道路を自動二輪車で走行中、突如横転。頸椎損傷により死亡。道路途中に設置されていた監視カメラの映像から、SCP-551-JP と思われる車両に乗車していたことが判明。しかし、事故現場には SCP-551-JP と思われる車両はおろか、当時乗車していたと思われる車両すらも消失していた。所持品は、円形の図が手書きされた伊藤氏自身の名刺のみ。気分、死括弧当時45歳括弧閉じ死因は自殺。自宅の車庫内で首を吊っているのが親族に発見された。近所の聞き込みから、死亡する約2年ほど前に SCP-551-JP と思われる、不気味なバイク、を、死から受け取っていたことが判明。しかし、この受け取りが行われた時期はすでに、死は死亡していた。現場には遺書のようなものが残されており、内容は円形の図式が書かれているのみだった。死括弧当時44歳括弧閉じ死因は交通事故、または自殺。SCP-551-JP と思われるバイクに乗車して、山林内の崖から転落した。死体は先端のとんがった丸太が頭部に突き刺さっている状態で、即死だったと思われる。なお、転落現場にはブレーキ痕と思われるようなものはなく、自殺である可能性も浮上している。所持品は、円形の図式が書かれた新聞の切れ端。なお、図式は、死自身の血液で書かれていた。鮎川、死括弧当時45歳括弧閉じ死因は衰弱死。伊藤、死同様、SCP-551-JP と思われる車両に乗車していたことが目撃されている。遺体は、県の、三山地流にて白骨化した状態で発見された。遺体等には損傷はなく、周辺の状況などからもその場で衰弱死した結果、腐敗が進んだものと思われる。遺体は円形の図式が書かれた木綿の布を握りしめているような状態だった。黒田、死括弧当時48歳括弧閉じ死因は溺死。
SCP-551JP と思われる車両に乗車していたという目撃証言があり、走行したまま湖へと受水したと思われる。遺体は財団の捜索の結果発見され、回収された。遺体の内ポケットから、円形の図式が書かれたシャツの切れ端が発見された。花瀬、死かっこ当時46歳かっこ自身は交通事故死。対向車線を走っていたダンプカーと正面から衝突した。結果、頸椎損傷、肋骨が肺に刺さるなどが原因で死亡。ダンプカーのドライバーの証言から、対象は SCP-551JP と思われる車両に乗車していたことが判明。なお、死体の構内からは、円形の図式が書かれた一枚の布が発見された。上野、死かっこ当時45歳かっこと自身は衰弱し、長時間 SCP-551JP に乗車していたがために死亡したと思われる。当時の警察の報告書には SCP-551JP と思われる車両の記録が残されていたが、その後、消失していたことが判明。所持品は、円形の図式が書かれた A4 のコピー用紙のみ。前原、死かっこ当時46歳かっこと自身は、編集済み、所持品は、円形の図式が書かれたレシートのみ。セリバヤシ、死かっこ当時44歳かっこ閉じ、削除済み、背中に、19死の遺体発見場所と同様の円形の図式が刻み込まれていた。調査の結果、彼ら全員が、大学の卒業生であることが判明しました。彼らは在学中、彼ら自身で立ち上げたバイクサークルに所属しており、19年、月日、ツーリング目的で外出していたメンバー全員が、山にて失踪するという事件が発生しました。なお、メンバーが失踪したと思われていた地点は19死が死亡していた山林内であり、10日間に及ぶ地域の消防団及び警察署による捜索が行われましたが発見には至りませんでした。しかし、捜索開始からちょうど10日後、メンバー全員が山の道路を利用して下山してきたことにより、事件は収束。失踪していたメンバー全員が、10日間の出来事はまるで一晩の出来事であったと語り、全員が悪魔に会った、と証言していました。この調査結果が報告された後に再度 SCP-551JP の DNA を検査した結果、過去に SCP-551JP を所有していた人物と夫婦関係にあった女性やその子供括弧全員が女児括弧閉じの DNA と一致しました。また、それらの人物らについて調査した結果、全員が現在も行方不明、または何者かに殺害されていたことが判明しました。ホイさん以下は、19死が残し対処の内容です。私たちは、罪を犯した。それは、とても大きな罪だ。私たちは、私たちの愛する者、妻を、娘を、恋人を、あの男に奪われた。まるで我が物であるかのように連れ去られ、目の前で無残に殺された。腹綿を引きずり出され、慰み者にされ、人としての形を失っていった。それらすべてが、あの悪魔との間に結ばれた、いや、無理やり結ばされた、契約の全貌だった。あの日もだった。私たちは、ただのバイク好きの学生だった。すべてはあの小屋から始まった。いや、始まってしまった。だから、最後はあそこで終わらせる。セリバヤシの残してくれた最後のチャンスだ。私は、私の娘を、あの人ならざる者に貶めたあの悪魔を決して許しはしない。すべて奪い去る。このバイクも、あの悪魔の力も、愛する者たちの悲鳴も、私たちが愛した者たちを、私たちの手で取り戻すのだ。これは、私たち父親の最後の復讐だ。あの忌々しいバイクに、されど愛おしいあのバイクに、私たちの魂を捧げる。これが、あの悪魔から私たちの愛した者たちを取り返す、私たちにできる最大の報復だ。これは、私たちの罪だ。だから、私たちで決着をつける。だが、もし、私の亡骸を誰かが見つけたならば、あのバイクを、あの悪魔から守ってほしい。あれは、力だ。悪魔の力の源だ。苦痛と、悲しみの権化。私たちが作り出した守りの盾だけでは、いずれ、再びあのバイクはあの悪魔に奪われてしまうだろう。だから頼む。誰か。私の娘を、守ってくれ。追記。19死の遺書をもとに、山内を調査した結果、遺書内に記述されていた、小屋、と思われる建築物が発見されました。
対象は持ち主不明の木こり小屋と思われ、内部を調べた結果、真新しい外見とは異なり木材の腐食が異常に進んでいました。床には19死の遺体発見現場にあったものと同様の円形の図式が描かれており、判別不明な生き物の血液が使用されていました。また、その中心に解読不能な文字が記述され、かつ11個の母印が押された羊皮紙が置かれていました。母印と過去に SCP-551-JP を所持していた人物らの指紋を照合した結果、すべての指紋がそれぞれの人物と一致しました。回収した物品に関しては、未だ異常性は確認されていません。現在財団は木こり小屋周辺を封鎖し、これら一連の事件の原因を追及するための調査を実施しています。